はい、本日はお餅で作るパリもちピザを作っていきたいと思います。ほうれん草を水にさらしてお餅を薄く切ります。3等分から4等分ぐらいに、ちょっと怖いんですけど切ってみてください。それを油をひいたフライパンの上に餃子の皮を並べて、その上にお餅を敷いてソースを作ります。しらすマヨネーズ、お醤油などでソースを作って、上に敷いてミートボールを入れて、はい、完成です。パリパリしてます。餃子の皮を敷かなくてもできるんですが、餃子の皮を敷くとパリパリしてとても美味しかったです。適当な具材で作ってみてください。そして760キロ北上して本州最北端を目指す年末年始の旅、継続中です。到着しました。実家に着きました。